待ってました、リトルナイトメア3フレンドシップトレーラー、ようやく新情報が公開されましたね。約90秒にわたる映像がバンダイナムコより配信されておりますので、早速見ていきましょう。さあ、どんな情報が公開されているんでしょうか。3、2、1、クリック。さあ、鏡からスタート。てか、またカラスいたよね。あ、やっぱりアローンが鏡から出てくるときに割れちゃうってことは、きっとローがいなきゃアローンは鏡を渡ることができないんだろうけど、ネクロポリスだね。あれ、ノームいるじゃん、やっぱり。かなりギミックが今回豊富に用意されてますね。お？え？待って、今の歯車？サーカス？ギミックが豊富ですね。あー、ゴミ、え？ゴミなのか？ペイルシティっぽいけどな。ほう、わわわわわわわ、え、想像以上にでかかったんだけど、あの手のやつ。アローン、うん、フレンドシップトレーラー、へえ。まあ、今回のトレーラーではバンダイナムコ、まあ、どういう協力プレイがありますみたいな、そんな印象でしたね。こういうギミックがありますよっていう。まあ、だから例えばマルチプレイしてたら片方の裏切りによって死んだんだけどみたいな、そういうギスギスが生まれるかもしれないですね、もしかしたら。おい、お前ちょっと待てよみたいな、待って待って待って、今いかん、今いかんって、やめてみたいな。やっぱ今回のリトルナイトメア3ってマルチプレイも想定して作られてるので、そういった遊びが豊富に含まれているような、そんな PV でしたね。ただ今回もやっぱり冒頭からカラスっていうね、いやー、いろいろ考察しがいがありますので、まあこの後自分なりにまとめてまた一本動画にしていこうと思います。それではまた、バイバイ。